合津水沼駅は福島県大沼郡金山町大技、水沼浅桑畑にある東日本旅客鉄道只見線の駅である。合津線の合津宮下駅から合津川口駅までの延伸とともに開業。その後合津若松駅から小入駅までの全通により只見線の駅となった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。東西に走る線路の南側にホームが設けられている。 かつては、島式ホーム一面二線を有し交換可能であった。駅舎はホームから南側に離れた位置にあり、木造であるが独特な形をしている。2011年7月の水害で、当時の駅舎は流出したが、その後同じ位置にほぼ同じ形に再建された。藍津万華駅管理の無人駅となっており、自動券売機等は設置されていない。2004年度の乗車人員は、 一日平均0人。駅前に集落はない。南側を雄大な只見川が東西に流れており、只見線がこれに沿っていて、500メートルほど西に第4、只見川橋梁がある。駅前の道路を東に行くと、国道252号に出るが、これが駅南の只見川を水沼橋で渡っている。付近は、ただ線でも、有数の月の輪グ出没地帯となっており、 駅舎にも熊注意と掲出されている。駅舎付近、プラットホーム上を含めて、特に夜間においては注意が必要である。ありがとうございます。